新型コロナウイルス感染予防としてマウスシールドを着用して配信をさせていただきます。一部分声が聞こえづらいのがあるかもしれませんがご了承ください。さて10月3日から10月5日に SKE48 史上最大規模のライブ配信 SKE48 12th Anniversary Fest 2020 12公演一挙披露祭の開催を9月1日に発表しました。はい、このライブは過去12年間で劇場にて行われた12個の公演を現メンバーでリバイバルするという SKE48 史上類を見ない最大かつ最長のライブです。はい、なんと合計配信時間なんと30時間も超えるみたいです。そして今回この1年で最大のお祭りを盛り上げるべく公演に出演するメンバーごとに本番まで毎日ショールームで配信をしていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでね、早速ですが、はい、ライブ情報や公演内容についてトークしていきたいと思います。はい、はい、ということでね、こんな感じですかね。じゃん、公演内容はこんな感じです。私たち3人が出演するのは10月3日の土曜日、初日ですね、初日にある最後の公演の制服の目公演に出演します。イエーイ。なかなか8時から8時から遅いです。8時から10時までで、あれまでゆずは年齢も大丈夫なんだっけ。10時までなら、おお、ギリギリなんだ。ギリギリ。何歳だゆず今？16歳でもう少しで17歳になるんですけど、もうあとちょっとで。成長したね。した本当に、こんなに好きだったのにね。余計に暑くて、ね、もう訳わからんかった。そうなんですよ、本当に。そうや
シアターの女神。あ、じゃあ2日目ないのね。そう、1回休みなんだ。そう、お休み。でもさ、パジャドラやってさ、パーティー開けての制服の、そう、でも間にティフが、あ、そう、そうですね、東京フェスティバルがある。大忙しあるのね。ほんとだ。じゃあパジャマドライブが終わっても4時間後には制服の横浜してる。そう、頑張ってね、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん頑張って、お姉ちゃん頑張ってね。はい、私は制服の目公演、1日目の制服の目公演と、2日目の手をつなぎながら公演とリセット公演に出演するんですけど、リハやった中で制服の目が一番きついかも。うん、ちょっとわかるって思いました、リハをしてた。いや、クホ逆にパジャマドライブ公演が、あんまり激しく動く曲がなくて、あ、そうなんだ。制服の目公演をやる前にパジャマドライブのリハーサルが何回かあったんだけど、なんかすごいパジャマドライブ楽しいなって思ってたけど、制服の上公演のリハしたら、なんかパジャドラってやった感があんまりないって思って、全然公演でこんな違うんだって思った。そうなんだ、大変だ。でも制服の上公演は SK48 の公演だから、なんか SK48 の全力って感じがして、リハからすっごい楽しんでます。はい、どのユニットがね出るのかね、ね、楽しみなんですけれども、はい、なんと先日エンドロールクレジット企画が発表されました、うん、はい、エンドロールクレジット掲載が800円、で、それはエンドロールお名前のみ掲載されます。そしてエンドロールクレジット掲載&お好きなメッセージ掲載が1200円、はい、エンドロールへのお名前 の掲載とメッセージの掲載もされます、そして最後は先着メンバーがお名前読み上げ、エンドロールクレジット掲載、そしてお好きなメッセージ掲載、そしてエンドロール部分の動画ファイルをプレゼント。こちらが3800円と、これ嬉しいですね。なっております。はい、全部読んでくれるんだね。これさ、でもさ、ファンの方が言ってたんだけどね、推し編してるのバレるくないみたいな。あー、確かに、確かに。読んでもらえるメンバー一人しかね、あ、そうそうそう、読み上げのやつ申し込んだよって、たくさんの方が募集始まってすぐなんですけど、たくさんの方が募集してくださってるみたいで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてですね、SK48 12th Anniversary Fest 2020 12公演一挙披露祭特別企画第3弾ですね、はい、エントロールクレジット企画の注意事項があります。お、はい、なんとお名前は本名、本名、これ本名って言うの、本名、本名、本名、おわ、ニックネーム、おわ、団体名は全国15文字までとなってます。あ、はい、はい、15文字。例は、栄太郎とかです笑っちゃった。はい、だから、例えば、SK48 が好きすぎて栄に引っ越しましただと、あ、はい、何持ってきます、いいですか、前で、はい、こんにちは例えば SK48 が好きすぎて栄に引っ越しましただと、うん、SK48 が好きすぎて栄にひって終わっちゃうんですよ、うん、これはもう大問題、大問題。せっかくの素敵な名前が一瞬で悲しいことになってしまうなので全国15文字までです。はい、16もダメです。はい、そしてですね、お好きなメッセージは全角20文字まででお願いします、うん、だから12周年おめでとうございます。大体もう、あ、こんぐらいかな。そうなの、はい、でもあれ、あれ、ゆずさん大好き結婚しましょうねまではいけた。あ、ゆずさん応募したの。しない、しない、ゆずさんだけど20文字って言われたから、ちょっと計算してみたらいけたから、おあ、みんなも頑張れば愛は伝えられます。はい、うん、そうなんですよ。だから、うん、こちらだけ注意していただきたいと思います。あの、超えたら本当にもったいないことになってしまうので、全角、ね、そうなんですよ、ね、15文字まででお願いします。見えてますか。お願いします。見えてるかな。こんな感じですよ。ゆずほが隠れてる、はい、あ、ゆず見れてる、やっぱり、はい、見えてますか皆さん、うん、はい、ぜひあの、忘れるよって方はスクショ、スクリーンショットをしといてください。はい、いいですかね。はい、では帰ります。椅子の高さちょっと上げてあげた方がいいかもしれない。あ、確かに、ちょっと今日
ったって私をしなかったが悲しいやつですね、はい、それは全格ね、うん、はい、頑張ってください皆さん、はい、確かに SK48 って半角で打っちゃうかも。ああ、え、気をつけてください。それもダメなんだね。難しいですね。ね、うん、でも頭を使って考えて慎重にね、はい、ね、慎重に応募してほしいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ということでいよいよ本番までだいぶ日が近くなってきました、はい、まだ視聴券を購入していないという方はお早めにお申し込みください。各種視聴券は1日通し券だけではなく1公演のみでもなんと販売されています。配信画面の左上にあるバナーをクリックすると12周年特設サイトファンクラブアクセスできます。こちら、こちら、こちら、こっち、こっち、こっち、タップ、ラップ、面白い。ゆずきさん気をつけてください。気をつけてください。
チンパンジー、ラクダ、シマウマ、パンダ。あ、パンダあるね。確かに。あ、シマウマね。そう、シマウマはなんかカチューシャみたいなつけるんですよ。耳をかぶりたいみたいな。そう、なんかかわいい。あれかわいいね。あ、そう、懐かしい。キリンやってたイズリンがオリメンなんですけど、うん、あの耳がルカが動くんですよ。あれがすごいかわいくて。あ、でもルカ鼻取れたことあるんですよね、ゾウの鼻が。取れたことあるの？そう、ファンの方に気づかれてる。取れたことあって一回、うん、でもなんかどっちもさ、手じゃなくて手袋してるじゃん。だから拾いにくくて、もう頑張って意地で取りました。めっちゃ恥ずかしかった。ゾウじゃなくなっちゃって。確かに。トモミちゃんは、なんだろう、どうしようかな。難しいな。なんだろうな。なんだろうな。動物。ブルーローズで、沢
か。あー、どの動物か。なんだろう。さあや、シマがやったことあるんだっけ。うん、あー、イメージがある。パンダあるのかな。あ、パンダだっけ。わかんない、なんかそこら辺のイメージがある。なんかね、あるよね。どっちかな。キリンにしときました。あー、キリンね。うん、キリンを。キリンキリンです。そして、うん、隣はなんかやっぱかっこいいイメージがあるから、うんうんうん、ブルーローズかなっていう。はい。で、かのんちゃんはなんか歌はないっていうのを聞いたので、うん、ちょっとその声を聞きたいなっていうのがあるから、お呼びしました。はい、うん、続いてはたかほ。はい、はい、じゃん。さやがペンギン、うん、なやブルーローズかのんちゃんがブルーローズ。バイサト。ブレザーの下に着てるこれ長いシャツに、うん、
肝が赤で、あね、他みんな青色なんですけど、うん、確かに性格多いよね。ね、衣装多いね。薄利きの青の、あ、好き、あ、好き、いい。そう、基礎だって左利きの、うん、そうそう、青色もね、あんまり着る機会がない。やったよね、やったね。香織さん、香織さんの卒業コンサート、香織さんのコンサートだと思う。コンサート、コンサートの方で、うん、そう、基礎だって左利きの青い制服着れたの嬉しかった。着る機会がなくて、着ても踊ることって多分ないから、ないよね、レアですね、あれは。難しい。もう1年前ぐらい、うん、え、靴下？靴下？長いのか、長いのがいい。かほさ、紺の普通のやつを前下げして履くのが好きで、前下げ？え、どういうこと？ギャルみたいな？いやなんだろう、ちゃんと履かずに、あ、ちょっと下げる、下げる、あの方が足が細く見えるのよ。そうなんだ。そうそう、普通に履くより。そうなんだ。そうだから JK の時はもう絶対下げてた。なるほど。なんかでもこういう話も面白いかもしれない。うん、面白い、はい、うん、ということで、せっかくなので私たちも次に出演するメンバーに提案したいと思います。お、はい、青春ガールズか。青春、あ、でも青春ガールズ何してたっけ。私たち MC 何してたっけ。青春絡みというか、なんだろう、毎日さ、今日何日で何の日か調べてた。調べてた。今もあるあるかも。ね、あとグループあったよね、前半。あ、前半 MC と後半 MC と。ユニット MC のグループがあって。そう、グループのね、あと、なんだろう、前日からちゃんと考えたりとか。メッセージで連絡取り合って、明日の目何しますかって。懐かしい。懐かしい。なんかさ、すごいさ、私たちの代ってさ、MC 考えすぎててさ、チームのさ、アンダーとか昇格したときさ、あれこんな考えないんだって。確かに、そう、なんか直前に考えるって感じ。先輩方は話振ってくださるし、うん、なんだろう、すごい、ね、でも話しちゃうから、うん、そう、すごいよ ね、僕たち研究生のときはね、毎日も前日とかに考えて、そう、ね、MC の出るとこもなんかタイムラインとかに貼ったりやってて、やったね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 、そう、それで、あるの提案にしよう。だって残ってるんじゃない。え、残ってる。あ、でもグループがもう残ってないんだ。あ、青めの時の。そう、なんだろう、何しようかな、何がいいかな、ね、あ、例えば僕の太陽公演ならメンバーにとっての太陽はとか。あー、なるほど、確かに。青春ガールズか。青春ガールズ、ユニットの話できないもんね、自己紹介とかだと。確かに。あ、でも自己紹介は違う。なんかいつ終わったっけ、前半後半。バージンラブの前、日付が終わった後と、あ、終わった後、打ち上げ花見の前。あ、じゃあできるのか。うん、なんだろう、でも若い子いっぱいだからさ。でも、あ、そっか。もう好きな果物とか。もうその辺で、その辺も聞きたくなる。ね、確かに、もう無難なやつ。可愛いなら聞くだけでも可愛い、うん、あ、この、この期間に興味を持った先輩、うん、あ、いいじゃん、とか。確かに、もっと距離を縮めたい先輩。あ、それいいじゃん。やっぱさ、あの、ずっとさ、木ばっかだったからさ、確かに、そう、増えたっていうか、なんか関わった先輩多いんじゃないかな、うん、確かに。めっちゃいい、うん、やっぱお姉さんだわ、佐藤花穂。お姉さんだわ、ありがとう。いいですね、それは。青葉の目も結構年齢差あるよって。で、小学校6年生のところで、キャナティが同い年だ。あ、じゃあ20何歳？23歳。いや、おめでとう。そうなんですね、いいね。結構広いね、じゃあ幅が。先輩についてとか。あ、先輩について、いいじゃない。イメージが変わった先輩、ね、イメージが変わった先輩ね、そんないるよね、いっぱい、いっぱいいると思う。うん、誰しもさ、いるよ。はい、そういう、なんか先輩絡みの話でもいいかもね。ということで、今日ここで予想されたユニット MC ネタは、次回出演するメンバーに見てもらい、率直な感想を聞きたいなと思っています、うん、はい、またリレー企画で行ってほしい企画や感想など、ハッシュタグエブリデイ SKE48 のハッシュタグをつけて投稿していただけると嬉しいです。もしかしたら皆さんの企画が採用されるかもしれないので、皆さんの投稿お待ちしてます。お願いします。以上、公演のユニットを予想しちゃおうでした。イエーイ。はい、さあ、ここからは声
1、はい、録音用にボイスレコーダーまたはスマートフォンを準備してください、はいはい、スマートフォンの場合ボイスメモ機能を使います、はいはい、そしてコール参考動画の視聴用にパソコンまたはスマートフォンを準備、うんはい、映像を見ながらコールを録音していただきます、はい、その2、応募は SKE48 ファミリー会員限定となっています。入会がお済みでない方はこの機会にご入会のご検討お願いします、はいはい、その3、何より大事なのは声の準備、そして気持ちいい、イエイイエイですね気持ちです。準備ができたらまずは SKE48 ファミリーにログインをします。はいはい、はい、しましょう。これっていつまでとかありましたっけ。あ、そうですよね。なんか今コメントで明日までみたいな言ってる方がいて、あら、そう、もたもたしてたらできないじゃんと思って。確かにね、もう迷ってたらもうやるしかないですよ、うん、気合い、気合いだー、ギリギリまで。でもギリギリだと作れないもんね。うん、確かに。まってみたいな携帯は使用できてます。ゆずさん、SKE48
きたいと思います。えいえいえい、はい、まだどこで、すごい、もうちょっとで9000人になる。おお、まだどこで募集するのか似てなんですけど、はい、お、ルーちゃん一発目じゃん。そう、めっちゃ後ろに行きます。はい、じゃあどこでもいいんですよね、これ。どうしよう、コメントが面白すぎて。にしよう。僕は知っているって難しそうだね、確かに。ね、タイガー、あ、それが入るのか。タイガー、なんたら、タイヤ、タイガー、タイガー、タイガー、じゃあって言ってしまう。でも分かんないし、何言ってるか分かんないかな。そう、あ、で、声援を集めようの企画が22日、明日の23時59分までです。明日？そう、だから今日か明日に。で、もう迷ってる方いたら、はい、今の明日です。明日の23時59分までです。うん、あー、ぜひ応募してください。どんな感じなんだろうね、ワクワクする。うん、確かにね。タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、ダイバー、ジャージャー。難しいね、結構。両方応募しました。ありがとうございます。うん、嬉しい。ぜひ今からでも間に合いますよね。いける、いける、間に合いますよ。間に合わないと思ってる。どうぞ。ちょっとあなた、間に合います。どの方に変えたね。タイガー、ファイヤー、タイガ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 ー、じゃあ、じゃあ、難しい。まだ間に合いますよ、皆さん。僕はしてるの、複数のボールが大変そう。楽しみにしてるの。ね。うん。文字数、文字
受付ページの記入欄では文字数制限を超えた文字数が記載できますが、それぞれ最初の文字から制限文字数までしか掲載されず、それ以降の文字は記載されませんのでご注意ください。最後にライブの情報を改めて告知させてください。はい、10月3日から5日に SKE48 史上最大規模のライブ配信 SKE48 12th アニバーサリーフェス202012公演一挙披露祭を開催します。このライブは過去12年間で劇場で行われた12公演を現メンバーでリバイバルさせるという SKE48 史上類を見ない最大かつ最長のラインナップです。イエイ、おイエイ。ライブの視聴はストリーミングプラス、ファンストリーム、LINE ライブビューイング、ジョイサウンド、ミラハコ、ミラハコはカラオケで見れるやつですね、うん、はい、で以上4つの配信プラットフォームで視聴できます。イエーイ、ぜひ見てください。見てください。それではそろそろエンディングのお時間です。少しコメントを見たいと思います。イエーイ。あ、公式サイトをチェックし直さないとって。そうですね、ね、3密を避けるよう
ちのご協力お願いします。また名古屋市では3つの D を除菌する 3D 大作戦を実施しています。不特定多数の方がよく触るドアノブ、電気スイッチ、電話の3つの D を除菌して、物から人への接触感染への防止を防止へご協力お願いします。はい、お願いします。新型コロナウイルスの対応にあたる医療従事者の支援に名古屋新型コロナ対策デラハートフル基金が設置されております。寄付のお申し込みに関する詳細は